1980年代半ば、内視後半に撮影されたサッターム・フセイン一家の家族写真。後列右から三人目、青い服を着て赤ん坊を抱いている女性がラガド。ラガド・サッターム・フセインは、かつてのイラクの大統領サッターム・フセインの長女。ラガドは、後に、イラクの大統領となった父、サッターム・フセインと、その第一夫人である母。 サージダ・ハイラッダーの間の三番目の子供として1968年9月2日に生まれた。両親が同じである兄弟として、上に二人の兄たち、ウダイ・特クサイがおり、下に二人の妹たち、ラナーとハラーがいた。ラガド・フセインは1983年にフセイン・カーミル・ハサン・アルマジードと結婚したが、彼は後に国際連合大量破壊兵器、廃棄特別委員会や、 アメリカ合衆国の中央情報局、イギリスの秘密情報部に軍備に関する情報を流していた離反者社として有名になった。アルマジードは弟、サッターム・カーミルと共に同じ部族の面々によって反逆者として殺害された。サッターム・フセインは後に自身はアルマジードとその弟を恩赦を与えたが、兄弟はすべての地位を失い、 何らの保護も与えられなかったことを明らかにしたとされている。ラガドの妹ラナーは兄と運命を共にしたアルマジードの弟、サターム・カーミルと結婚していた。ラガド・フセインはアルマジードとの間に3人の息子たち、アリー、サターム、ワヘジと2人の娘たち、ハリスとバナン、合わせて5人の子供たちを設けた。2003年、彼女は 多数のイラクバース島の有力者たちと共に、ヨルダンへ逃亡し、国王アブドゥッター2世から個人的に保護を与えられた。2006年7月2日、イラクの国家安全保障担当顧問ムワフファク、アルルバーイーは、ラガドと彼女の母サージダタルファーフを、イラクにおける反乱を支援したとして指名手配し、彼女たちが、テロ活動に資金を提供し、イラク正式政府打倒を目指す軍事グループを、 支援したと師団した。ヨルダンの首相アルーフ、アルバヒートは声明を発表し、ラガドは王室の保護下にあるラガド・サッダーム・フセイン女子とその子供たちがヨルダンにいるのは人道的観点に基づくものである。彼女は王家ハーシム家の客人であり、アラブの伝統に基づき保護を求める難民であると述べた。しかし、彼女の正確ない場所は明かされていない。 2006年、イラク政府は、ラガドを含む、旧政権関係者41人を指名手配するリストを作成し、ヨルダン政府に対して、ラガドの身柄引き渡しを求めたが、ヨルダン側はこれを拒んだ。2006年12月30日、イラクでサッターム・フセインの死刑執行がなされた。処刑に先立ち、ラガド・フセインは、連合軍がイラクから退去するまで、父の意外が、 暫定的にイエメンに埋葬されることを望んだ。処刑後にイエメンでも用された追悼式典に出席し、公の場に姿を現した。2007年8月、国際刑事警察機構は、彼女が配下と共にイラクの反乱を支援したという容疑で国際逮捕手配書を出したと発表した。一連の権威は、 スピーゲルオンラインが2014年8月に掲載した記事にも反映され、テロゴッドマザーとの表題が掲げられた。この記事によれば、ヨルダンで広し富な生活を送っている彼女は、サッタームフセインの数千万ドルに及ぶ遺産を使って、イラクとレバントのイスラム国を支援しており、最終的にはバグダットで権力に復帰したいと考えているとされた。この記事に先立つ6月、 フォックスニュースも彼女がインタビューで同様の意向を述べたと報じていた。ラガドフセインはイラクの最重要指名手配者のリストに他の59人と共に載っている。このリストには28人のアイセル戦闘員、12人のアルカアイダ関係者と20人のバースト員がそれぞれの組織において果たした役割の詳細や犯罪の権威そして ほとんどの対象者については写真も掲載されている。ありがとうございます。